違って、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、あの人たちは諦めたりしなかった。いつか乗り越えられると信じて戦ってたんだ。そうですよね、カイデさん。無駄だと分かっていても、やらなきゃダメなんだ。だって、あの人が守ろうとした世界なんだから。最後に思い出すなんて、エミール、僕は逃げていたんです。大事な人を失った記憶から。だって辛くて苦しくて、最後の最後で 9S さんには迷惑をかけちゃいましたね。でももうすぐ会えるから、きっと修理すればきっと良くなるよ。やだな、みんないるじゃん。会えてよっか、エミール。